伊王島からの手紙は2006年のアメリカ合衆国の戦争映画である。父親たちの成長期に続く第二次世界大戦における伊王島の戦いを日米双方の視点から描いた伊王島プロジェクトの日本側視点の作品である。劇中の栗林忠道陸軍中将の手紙は彼の手紙を後にまとめた玉総指揮官の絵手紙に基づいている。 監督やスタッフは、父親たちの成城期と同じく、クリント・イースト・ウッドらがそのまま手掛けた。当初のタイトルは、レッド・サン・ブラック・サンド。ワールド・プレミアは2006年11月15日に、日本武道館で行われた。また、日本国内で、テレビスポットに HD が採用された、最初の作品である、栗林忠道陸軍中将。写真は、ルスコノエ。 第二師団長寺のもの。伊王島でのアメリカ軍と首都を繰り広げた栗林忠道陸軍中将式による日本軍将兵と祖国に残された家族らの思いが描かれる。ストーリーはタイトルである栗林や西郷が家族へと向けた手紙をもとに展開される。イーストウッド監督は当初日本人を起用する方向だったが、前作父親たちの正常記を撮影中に、 本人が自らメガホンを取る意思を固めたという。資料を集める際に日本軍兵士もアメリカ軍兵士と変わらないことが分かったというのがその理由である。父親たちの正常期クランクアップ間もなくから撮影が進められ、撮影の大部分はカリフォルニア州バーストーキン港の噴石球と溶岩層でできた地帯であるピスガクレーター周辺で行われた。 戦闘シーンや CG の一部は父親たちの正常期からの流用である。また、伊黄島での映画ロケが1日だけ東京都から許可された。この時撮影された映像は栗林が防衛計画を立てるために海岸の調査を行うシーンやオープニングですり鉢山頂上に混流されている伊黄島の日本軍側遺霊碑から島全体を見下ろしていくシーンなどに使用された。 全世界における配給はワーナー・ブラザース。日本では2006年10月28日に公開された父親たちの正常期に続き同年12月9日より劇場公開がスタートした。アメリカ国内での公開はショーレース等の兼ね合いもあり予局折したが2006年内に公開されることが決定12月20日より ニューヨークやロサンゼルスで限定公開され、翌2007年1月からアメリカ全土に拡大公開された。公開時期の変更は、関係者や批評家、記者向けの死者の評判が良かったためだとされる。また、この措置により、父親たちの正常期と共に第79回アカデミー賞の対象作となり、作品賞、監督賞、脚本賞、音響編集賞にノミネートされ、 音響編集賞を受賞した。2007年4月20日には DVD が発売、レンタル開始。8月10日に HDDVD、ブルーレイディスクが発売。洋島空撮2006年、東京都小笠原諸島洋道。戦績の調査隊が市中から数百通もの手紙を発見した。それは61年前、この島で戦った男たちが、 家族にあてて書き残したものだった。届くことのなかった手紙に彼らは何を託したのか。太平洋戦争の戦況が悪化しつつある1944年6月、小笠原方面最高指揮官、栗林忠道陸軍中将が伊王島に降り立った。本土防衛の最後の取り出とも言うべき、伊王島の命運が栗林率いる帝国陸軍小笠原兵団に託された。 着任早々、従来一般的であった水際防衛作戦を否定し、内地自給戦による徹底抗戦に変更、また部下に対する理不尽な体罰を戒めた栗林に兵士たちは驚きの目を向ける。今までのどの指揮官とも違う男との出会いは、伊様島までの日々に絶望を感じていた王将兵、西毛陸軍一等兵に新たな希望の光を抱かせる。 栗林が水際防衛や飛行場確保に固執する海軍軍人らの反対や突き上げを抑える中、異様の周期が立ち込める灼熱の島、食料も水も満足にない過酷な状況で掘り進められる地下陣地。張り巡らせたこのトンネルこそアメリカ軍を迎え撃つ秘策だったのだ。1945年2月19日、事前の砲爆撃を経て、ついに、 アメリカ軍が上陸を開始する。その圧倒的な兵力差から5日で終わるだろうと言われた硫黄島の戦いは死傷者数が日本軍よりアメリカ軍の方が多いという36日間にも及ぶ歴史的な激戦となった。まだ見ぬ我が子を胸に抱くためどんなことをしても生きて帰ると誓った西郷、そして彼らを率いた栗林もまた 軍人である前に夫であり父であった。61年ぶりに届く彼らからの手紙。その一人一人の素顔から、伊王島の心が明かされてゆく。テレビ、新聞、雑誌をはじめとして本作に関する反響は大きく、公開後最初の国内映画工業成績でトップを飾った。公開直前から栗林忠道の人となりや、伊王島の戦いを紹介したドキュメンタリーや、 関連ドラマがテレビ各局で放送され、関連本も数多く出版されるなど、異様党の戦いが注目され、ブームとなった。それまでのアメリカ映画では、日本を描いた作品や日本人の設定でありながらも、肝心の俳優には、中華系や東南アジア系、日系アメリカ人などが起用されたり、日本語に妙な鉛や文法の間違いが目立つ一方で英語を流暢に、 話すといった不自然さが目立つことが多かったが、本作品ではステレオタイプな日本の描写や違和感のあるシーンが少なく、昭和史で知られる半藤和都氏も細部に間違いはあるが、日本についてよく調べていると高く評価しており、日本に対して多大なる敬意を払って本作品を作り上げたことが伺える。本作品の劇場公開によって異様島の戦いが、 日本国内で広く認識されるようになり、世代によっては本作品で初めてこの戦いのことを知ったという人もいる。映画公開後から小笠原村役場に伊洋島へ観光に行きたいという要望が多数寄せられており、村役場の担当者を困惑させている。自衛隊の伊洋島航空基地が存在する伊洋島は全体が自衛隊の基地でもあるため、 東京都と自衛隊の許可がないと上陸できない。民間人の上陸許可は、基地の保全改築に伴う建設関係者、火山活動、気象観測のための学術調査員、旧島民や遺族、洋島協会などによる異例や、選手研究者、戦没者の遺骨収集、本土機関事業の関係者に限られている。ただ、年に一回は、洋島を含む、 火山諸島のネイチャーウォッチング目的でクルーズ客船が運航されている。アメリカでの評判も極めて高く、全米映画ランキングでは一度もトップ10入りはしていないものの、前述の通り第79回アカデミー賞の作品賞、監督賞、脚本賞、音響編集賞にノミネートされた。前編日本語の映画が外国語映画賞ではなく作品賞にノミネートされるのは、 初めてのことで、外国語映画としては7本目である。ナショナルボードオブ、デビュー賞最優秀作品賞など、多くの賞を受賞したほか、CNN.com では、今年のアメリカ映画で唯一、名作と呼ぶことをためらわない映画と評価され、ニューヨークタイムズでは、A.O. スコットが、ほとんど完璧と述べるなど、話題作となっている。イーストウッドは、当初は、日本側から描く。 この映画は日本人監督に依頼するつもりであった。彼と長年共に仕事をしているチーフカメラマンによれば彼は今作品の構想を練る際に黒沢なら完璧なのにと漏らしたという。その後、上述した通り彼自身がメガホンを取った。撮影に先立ち来日したイーストウッド監督が異王党の所在する自治体東京都知事。 石原慎太郎を訪問、挨拶と映画の趣旨についての説明を行い、二人の和やかな観談も見られた。日本での上映において、タイトルは日本語で表記されているが、エンドクレジットは全て英語である。キャストは、イーストウッドが以前あったことがあって、出演を直接依頼した渡辺を除き、全員がオーディションで選定された。二宮和也、加瀬亮、伊原強。 中村指導、山口隆尾崎栄二郎が日本本土から起用され、その他セリフのある出演者はすべてアメリカ国内で選抜された日本人俳優である。西郷役は二宮に感銘した監督が新たに作った役であり、このため当初の映画のストーリーを変更している。二宮和也曰くオーディションでは絶対に返却しなくてはいけない台本を渡され、 演じる場所はその中から選ぶ形であり、同じセリフを選んだものすらわからない状態で行われ、手応えが何にもないままふわっと終わって、落ちたなという確信しかなかったという。そのため、オーディションに受かった際には、何の役なんだろう。と不思議だったという。この作品に以前にも、ラストサムライ等のように、日本人が日本語で演技をするアメリカ映画は、存在するが、日本人が主人公で、 なおかつ前編日本語のアメリカ映画は、この作品が初めてである。本作では、アメリカ人は栗林中将の回想シーンとその他、体制のアメリカ兵と、捕虜一人の脇役しか登場せず、NHK ハイビジョンで放送された特番、クリント・イーストウッド名称の実像のインタビューにおいても、イーストウッド自身本作を日本映画と呼んだほどである。また、シネマ通信では、 最初のお披露目であるワールドプレミア試写会が日本で行われることについてどう思うかという質問に対しふさわしいと思うよ。日本人監督である僕が撮った日本映画だからねと冗談めかして答えた。渡辺健は実名で登場する実在した人物陸軍第109師団長兼小笠原兵団長。階級は陸軍中将。 伊王島守備隊に新しく着任した指揮官。着任早々、従来の日本軍の攻撃方法である水際作戦を取りやめさせ、また不要意な突撃、指揮官の兵士に対する対話を禁ずるなどを行ったことから兵士からは驚きの目で見られるとともに歓迎されるが、指揮官たちからは異端の目で見られる。在米日本大使館の駐在武官を務めた経験があり、 米国の生産技術や軍事力を侮ってはいけないと指揮官たちに忠告する。また彼の腰には、駐在武漢時代に友情の証として、米国軍公館から送られたコルト M1911 のカスタマイズモデルを傾向している。伊王島守備隊所属する兵士。階級は陸軍一等兵。王将兵であり、軍役に就く前は妻、花子と共に、 パン屋を営んでいた。物資に余裕がある時代は、アンパン屋カステラを作っていたが、選局が悪化し憲兵があらゆるものを持ち去っていった、ことなどから、憲兵出身である清水に、あまり良い印象を持っていない。上官から体罰を受けていた際、着任したばかりの栗林に救われ、また戦闘の中で栗林と交流を深めていく。戦車、第26連隊長階級は、 陸軍中佐。1932年ロサンゼルスオリンピック馬術、障害飛び越し競技の金メダリストでもある、日本軍のみならず敵である米軍にも、バロン西として、彼を知る人物が多くかなりの有名人である。騎兵家出身である栗林と馬話で盛り上がり、異王島に馬を連れてくるほど、胸ポケットには、ロサンゼルスオリンピック時の相棒である、ウラヌース号の写真を入れている。 伊療島に新しく派遣された兵士、階級は陸軍上等兵。元憲兵であり、軍事教連を連兵上ではなく憲兵の教育機関で受けていることや小銃手にもかかわらず、拳銃を携行しているなど、明らかに不審な点があったことから、部隊の他の兵士からスパイではないか、と疑われたほど、採取と会うために、 戦地で生き抜こうとする西郷に最初は反発するが、やがて行動を共にする。海軍部隊の指揮官の一人、階級は海軍隊員。自分たちの準備してきた水際作戦が却下され、札八山でのゲリラ作戦に変更されたことなどから、他の海軍指揮官と共に栗林に反発する。また、栗林が玉砕を禁じているにもかかわらず、命からがら退却してきた西郷と清水を、 臆病者と怒鳴り付け軍刀で首を跳ねようとするなど、旧体依然としたステレオタイプの日本軍人として描かれている。栗林中将副官。階級は陸軍中尉。常に栗林中将と行動を共にし、また彼の数少ない理解者でもある。ありがとうございます。